第3回目到達度確認テストのテスト範囲は、文節及び文の成分になります。えー、早速解説の方をしていきましょう。今回私が出題をするのは、まずは正しく文を文節に切れるかです。えー、まあね、あの、中学1年生の時にやったと思います。ねとかさとかようを入れてくださいね。そして切れるところを切ってくださいね。っていうのは、皆さん教わったことがあるかと思います。 ただ、それだけではどうもうまくいかないところが2つあるわけです。では、その2つ目からご紹介をしていきましょう。はい、2つ目です。えー、それは、この、次の文字で必ず分節に切りましょうと。これが切り忘れやすいからねーってやつです。一緒に僕とリピートアター2人 f してみましょう。リピートアター2人、f t ー r please. あのこと出てく。どうぞ。はい、ありがとうございます。 あのは連帯詞です。あのの他にも、この、その、どの。あの、この、その、どのは連帯詞です。切り忘れやすい。ことは形式名詞。こと、もの、時。これも切り忘れやすい。そして、で、て、く。これでしっかり切る。ということを頭に入れておいてください。逆にですね、 分節に切りたくなるけど切ったらあかんよっていうのがこの4つです。ようだそうだらしいだろう。これも声に出していってみましょう。ようだそうだらしいだろう。はい。こいつらは助動詞です。分節の先頭に来ることはありませんので、ここに線を引くことはありえません。大丈夫でしょうかでは、この3つを踏まえて最初の練習問題、問1やってみることにしましょう。 1> 問1です。はい。これを分節に切りましょうという問題でございます。じゃあ、やってみることにしましょうか。はい。じゃあ、1番からです。はい。こんな風になるんじゃないでしょうかね。はい。ゴロはね。昨日ね。学校へね。行ったね。こんな感じになるんじゃないですかね。これはそんなに難しくなそうですね。2番、3番。まあ、これも一気にやってしまいましょう。 はい。2番、3番、もう、あらかじめ線を引いておきました。綺麗なね、タンポポがね、たくさんね、咲くね。3番、彼女はね、車にね、乗るのがね、大好きだよ。問題ないですね。4番と5番は、あのー、校長と先生が1号になった校長先生。だから、校長ね、先生って切ることはないわけです。まあ、普通に考えたら大丈夫でしょうね。 それは教頭先生も一緒でございますよってことでございます。このような言葉のことを複合語と我々は呼んでいます。複合語は一単語でございますから、切っちゃいけませんよっていうことでございます。じゃあ、4番も同じように文節に切ってみましょう。校長先生のね、話はね、きちんとね、聞きなさいよ。 5番の問題もやってみましょう。はい。忘れ物をね、するとね、教頭先生にね、叱られるね。問題ないですかね。6番から9番までは、ちょっと注意が必要です。注意が必要なところをあらかじめ色で塗っておきたいと思います。はい。赤と青で塗らせてもらいました。青で塗ったやつは、切っちゃダメだよ。赤で塗ったやつは、 切らないといけないよ。そういう意味で塗らせていただきました。6番から早速行きましょう。参ります。明日はね、きっとね、雪がね、切りたくなるけど切らない。降るだろうね。7番、隣のね、部屋でね、この出でちゃんと切ります。赤ん坊がね、泣いてね、いるね。大丈夫 ?8 番、一度でね、 いいからね。このね。ベンツにね。乗ってね。みたいね。大丈夫かしら ?9 番。花子はね。すごくね。頭がね。切りたくなるけど切らない。いいらしいね。最後10番は。僕はね。餃子昨日ね。餃子をね。食べたね。こんな感じになるわけです。ここまでいいかなさあ、ではもう一つ。 お伝えしたいことはこちら。それは文の成分と言われるものです。はい。皆さんが何々語、日本語とか英語とかじゃないですよ。主語とか術語とかってやつです。それは文節の働きを表したものであります。ですから、必ずお願いしたいのはこれです。そう。回答するときは、必ず正しく文節に切ってからやってください。はい。いきなり、 主語これ、術語これと答えるんじゃなくて、さっきやった分節切りをやってからです。主語になれるものは基本的には何々がとか何々はーで終わる分節術語っていうのは基本的には丸、句点で終わっている分節です。ぜひ皆さんの頭の中にはもうちょっと入れてほしいことがあります。絶対主語になれないものが存在しています。それは何々を。 何々に、そして、何々には、はで終わってるけど、これは主語になりません。逆に言うと、主語になれる可能性があるものもあります。何々の、何々も、何々こそ。この脳もこその代わりに、がやはに言い換えられるかを確認してください。基本的には私たちはがはを探します。なかったら、脳もこそ。 あ、とと7とか他にもありますけども、そういうものを探しに行ってみてください。最後に注意をしなければいけないのは、統治法です。先ほどのルールでね、あ、丸の上の文節がこれだとかってやると、ひどい目に遭うわけです。統治法が使われている文章は、まずは普通の文にしてみましょう。綺麗だね、君の瞳は。ロマンチックですけど気持ちが悪い。だから、 君の瞳は綺麗だねに直して、君のね、瞳はね、綺麗だねと文節に切って、主語、瞳は、述語、綺麗だねと決めていってください。大丈夫だから問い2番の問題も、まずは文節に正しく切っておきましょう。じゃあ私はここで切っておきます。はい、こんな感じです。 大丈夫でしょうかね。じゃあ、主語、述語、確定させていきましょう。1番、主語は、えー、バイクは、問題ないですね。はい、術語は、丸の上、走る、こんな感じです。2番、注意しなければいけないのは、2話は主語にできませんってことです。じゃあ、代わりに、成田さんが、大きが、恋が、ん、ちょっと待ってくれ。 恋がいるはあり得るわな。ということで2番の答えは、恋もが主語、いるが述語になります。OK?3、OK、番行きましょう。これは簡単ですね。主語は建物は、述語は立派だ。4番、やっぱりこの庭には注意をしてください。OK? 主語は人が、述語は はい、これも気をつけてくださいらしいで切らないでねいなかったらしい5番主語は腕前は術後は丸の上値する6番主語は鳥が術後はいる続けて7番主語は朝日が術後は当たる となるわけです。最後です。8番。とても綺麗だね。冬の澄み切った夜空に光る星は。明らかに統治法が使われているので、ここに統治法じゃないものを書いておきました。冬の澄み切った夜空に光る星はとても綺麗だね。そうすると、どう考えても主語は星はですし、術語は綺麗だねになります。じゃあ、ここに書き込んでおきましょう。主語は丸の上だけど、星は、術語は綺麗だね。 いかがでしたでしょうか。さあ、第三回目も頑張ってください。